はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。12時をちょいと回りました。4月は19日のフライデーですね。ですね、ドルウォンはうにゃうにゃに入りましたかね。1387と、このあたりでうにゃうにゃっとしてます。はい、ドル円は154に戻りましたね。何が有事の円買いやとかって言ってたらやっぱりそんなことはなかったですね。その代わり香港が下げ幅を広げまして325ですね。16,060と16,000ギリですね。上海どうなってんやろ。上海はと言いますとですね、おお、すごいな。しかし上海それでも頑張ってますよ。3057マイナス16でとどまってる。これも絶対これはマーケットちゃいますよ、これ。上海は。もう、あれですよ。中国共産党のお遊戯会場になってますよね。ははは、っていう感じで。はい。ですね、本題行きましょうか。その、中国の話ですけども、ですね。昨日ですね、18日の15時57分にこんな記事が出て、と思いましたけど、中国のロシア専門家がそれでも最後はロシアが負けると中国政府の公式見解に反する驚きの論考を A 氏に寄稿。 A 氏はイギリスの雑誌ということですね。リーディングルシアンウォッチャーインチャイナメイクスサプライズウクライナウォープレディクション。プレディクションって何？予報。驚きのですね、驚きの、まあ、戦争の予言をしているということですね。負けるとは書いてないですけどね。リーディングロシアでしょ。あ、そうでしょ。はい。ですね、ちょっと最初読みますと、ウクライナ戦争はロシアの敗北に終わる。中国のロシア専門家がそう予測し、大きな反響を呼んでいる。北京大学の、読めへんやん、これ。Y ウグンかな、ちょっと読み方間違ってるかもわかりませんけど、教授は、北京大学って日本では東大ですからね、A 氏エコノミストに寄せた論説で、ロシア、エコノミストって一流ですよ。ロシア、日本のエコノミストは大丈夫ないけど、怒られるわ、毎日新聞に。ロシアの敗北を予測する一方、中ロ関係の今後についても冷ややかな見解を述べている。国際情勢に関する中ロの利害は乖離しつつ乖離しつつあるというのもちゃんとしいな、ほんまにもじゃあ乖離しつつあるというのだ。中国政府は建前上中立の立場を取りつつ西側の対ロ制裁に反対し、国内のソーシャルメディアでロシア批判を禁止するなど、ロシアのウクライナ侵攻開始時から密かにロシアの方を持ってきた。Y の分析は、中国政府がこれまで打ち出してきた公式見解とは異なるものだけに注目される。 Y はロシアは最終的な敗北を不可避にする主要な要因を4つ挙げている。一つ目はウクライナの抵抗と国民の結束レベルが今に至るも並外れたものである。二つ目はウクライナは広範な国際的支援を得ていると。三つ目はですね、現代の戦闘の性質だ。 Y によればその問題になるのは産業力と指揮統制通信及び情報プログラムの合わせた力。その意味でロシアは不利であると。4つ目はですね、ロシアの決定的な欠陥はクレムリンの最高レベルの政策でプーチンですね、が十分な情報を得ていないと。多分そんな感じです。プーチンは情報端末を操作できないそうですから、そうすると部下が上げてくる報告だけが情報の全てになるわけですね。そうするとやばいでということは一切耳に入っていないわけですよ。いやだからあれ無謀な攻撃をいっぱいやってるんちゃうかなと。要はプーチンが行けって言ってるわけですよね。まあそれでこう書いてあるんですけども、あのこのねニュースのね、なんて言いますか、意味はですね、中国の北京大学の教授がイギリスの有力な、まあですね、メディアに対してですね、ロシア負けんでという観測を載せたということなんですね。でこれはこの教授がですね、その勝手にやったのか、それともですね、
中国共産党の了解のもとにやったのかということですね。で、勝手にやったということであれば、この教授は今頃北京の街を歩いてませんよね。どっかに閉じ込められてるか、もうですね、もうそれなりの施設に放り込まれてるか、どっちかなんですね。で、この教授がまだ北京の街をうよいよ歩いててですね、大学に行って学生にニハオとかと言うてるようでしたらですね、これは共産党の意向なんですよ。つまりですね、中国共産党がですね、もしかしたらロシアは負けるかもしれへんぞということをですね、考え始めたんですよ。で、それをそのエビデンスだと私は思います。なんでそれを考え始めてそれを表明したかってよう分かりません。あの中国はあのウクライナでの情勢について相当詳しく情報を得ているそうです。で、それで分析した結果ですね、ロシアに勝ち目はないでということになったのかもしれません。であればですね、今からですね、ロシアへの肩入れをですね、徐々に引いていかなあかんわけですね。なぜかというと、ロシアに肩入れしたままロシアが負けたらですね、中国は負け組になるでしょ。負け組になるのはなんとメンツが許せないわけですよ。一番はメンツですよ、中国の場合は。だからですね、あのロシアへの肩入れをですね、徐々にですね、弱めていって、最後はほん俺に中立やもんとこう言えるように、そこまで薄めようという準備段階を始めたのかもしれないということなんですよ。いや、分かりませんけどもですね、あのロシアが勝つと完全に信じ切って最後まで俺は支援するんやと、ロシアを支援するんやというふうに中国共産党が思っていればですね、こんな論考は許されないはずなんですよ。もしそうで、この Y 教授がですね、勝手にやったのであれば本当に今頃は歩いていません。ただ例えばですね、 2,3 ヶ月後にまたこの Y 教授がですね、どこかのですね、海外のメディアに同じようなことを語っていたりするとですね、これは共産党の意向ということになりますね。で、中国はどうやらロシアから手を引きたいと思っていると、あるいはそれを始めているということになるやもしれませんね。でその理由はですね、1にも2にもですね、負け組には入りたくないということではないかなと。あの今さら中国がですね、アメリカと仲良くしたいからロシアから手を引くなんていう、こうそういう変わり身の速さはないと思うんですね、今の習近平政権に。なんでですね、あのどう言いますかね、負け組を避けるという準備をしだしたというふうに考えるのが自然ではないかなと私は思います。で実際にどうやらですね、僕らはですね、ウクライナ側の情報しか入ってきませんよね、ウクライナの戦いについては。で、ウクライナ側の情報だとやばいででしょ。あのやばいでというのもですね、実はですね、誇張が入ってると思うんですね。あのウクライナはですね、アメリカからの援助を待ってるんですよ。で、アメリカは共和党の上院がですね、邪魔してるんですね。あ、下院やったかな、下院ですね、下院が邪魔してるんですね、共和党多数で。で、議会にそのウクライナ支援策の あれですね、法律をですね、上程してくれないんですね。で、上程してくれたらですね、バイデンが一生懸命あちこちに電話しまくってですね、それを通すことは可能だと思うんですね。そしたらお金というか弾薬が来るわけでしょ。ウクライナはそれを待ってるわけですよ。だからアメリカの下院へプレッシャーをかけるために、やばいで、負けんでという情報をですね、盛んに発信しているというふうにも解釈できるわけですね。実際はそれほどやばくないかもしれへんということですね。まあその辺はですね、もうお互いの戦略ですからね、まあどこに本当のことがあるのかはですね、まだわかりません。あの多分ウクライナ側はですね、情報をそのうち公開するんでですね、戦争が終わったりするとですね、だんだんあの時は実はこうやってんというのがですね、分かってくるのではないかなというふうに思いますね。はい、ということでございまして、ですね、この今読みかけましたニューズウィークですね、中国のロシア専門家がそれでも最後はロシアが負けると中国政府の公式見解に反する驚きの論考を英氏に聞こうというニューズウィークの記事のアドレスをですね、一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。